食べさせてもらった飯が超うまかった。超うまかった。何作ったんですか。カルパッチョ作ってたんだっけ。カルパッチョ。カルパッチョ。なんだっけ、あれラムチョ。あ、ラムチョ。ラムチョップね。ラムチョップ作ったの。ラムチョ。ラムチョップとなんだっけ、林が作ったの。そうだね。そう、そんでですか。そうです、うん、だからそれでもうちょっと懐いちゃったらしく、はい、その後もうすごい行きたがってたよ全力で阻止を、なんなら俺引っ越しますえでも本当に、なんかね、あれなんだよ、すごいね、あのワインとかにくっつけてるワインとかにくっつけてる、わかんないよこれ俺もわかんないちょっともうちょっと聞いてみましょうラムもラムをああつけてんのね、ワイン漬けね、くっつけてるけど、くっつけてねえよラブリーからペチョってやってんのだからそういう前口コミがすごいね、前口コミが、まあ仕込みがね、お料理は。いや確かに安本は僕も前遊びた時にカレーを2回ほど振る舞っていただいたんですけども、うん、まあうまいです。安さんたちがうちに遊びに来る時は絶対カレーを作る。なんでカレーなのみんな。カレーが好きだからだ。そう、あわそうわ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 そうですか、そうです、同じカレーに変えとも違うよ、そのスラムでちゃんと変えるんだよ。何カレー、何カレー、何カレー、何カレーだったの。最初普通のオフカレー作って、その時なんだっけな、でも取り出しだけで作ったやつかな。いやもうめっちゃ何日もかけて、うん、結構仕込んで作ったり。ピッカポーズ。お前日本語大丈夫か。職業なんてちょっと大きい声で言ってみろ。嘘だろ。嘘だろ。ええ、